こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話と、たまに裏話もお届けします。はい。というわけで今回のテーマは何でしょうか。まずはウクライナゲート事件からです。はい、はい、そうなんですよ、うん、弾劾ですね、うん、のことが、まあ、トランプさんがまた窮地に陥っているということを神尾さんがニュースチューブでな、あの今年、今週も言っておられましたけれども、はい、詳しくまた今度やれよって言ってたんですけど、僕はもうさらっとやります、うん、あんまりこれ大したことやと僕は思ってないので、はいはいはい、うん、ではですね、ちょっとその辺の詳しい話に入る前ですね、まだあの方はぜひチャンネル登録のお願いいたします。こちらからできます。このように神尾 TV はですね、あんまり日本で報道されてないけども、でも知っておくべき、これはまあ投資家としても当然ですけど、大人としても知っておくべきニュースをいろいろな角度から解説していこうと思いますので、ぜひ登録しておいていただければと思います。お願いします。あとですね、神尾 TV は今現在新女子メンバーの募集しております。あ、まだまだ、もうそろそろ募集期間も終わりかけで佳境に入っておりますので、うん、ご興味のある方ちょっとお急ぎでですね、下の動画説明欄の方にリンク貼っておきますので、一度見てみてください。ここにね、入れる方を探しておりますので、はい、よろしくお願いします。で、この弾劾についてなんですけれども、うん、まずはですね、そのまあ、トランプさんのちょっとねアメリカで今盛り上がってるんですけれども、はい、おそらく僕はすぐに収束するんじゃないかなと思ってます。ロシアゲート事件とかもね、結局収束していったじゃないですか、うんうん、でなのでさらっとご紹介しておきます、うん、でトランプ大統領がですね、民主党の大統領候補のバイデンさんを、はい、貶めようとしてるっていうことですね、うんうん、貶めようとしてウクライナのガス会社のコンサルタントを息子さんがしてたんですね、うん、はい、バイデンさんの息子さん、うん、でその方の汚職を調査するようにウクライナのゼレンスキー大統領に電話で圧力をかけたっていう疑惑なんですね、はいはい、うん、でウクライナの、まあ、ウクライナってアメリカに、あ、まあ、ウクライナとロシアでドンパチやってますよね、うんうん、常に。でアメリカの軍事支援に依存してるんですね、ウクライナは、はいはいはい、うん、でその軍事支援を一時停止してたのを、うん、そのゼレンスキーさんとトランプさんの電話会議の後に再開したっていうのがありまして、はい、ということでバイデンさん前副大統領ですね、うん、の評判をその汚す、汚すためにですね、その交渉材料として軍事援助っていうのを利用したんじゃないかと、個人の利益のためにね、はいはい、うん、うん、っていうことで、まあ、大統領選のことですから、うん、もう完全に個人のことですよね。それのためにアメリカという国を利用したんじゃないかと、はい、いうことで、まあ、非難されていますっていうことですね、うんうんうん、で民主党はですね、トランプさんのその弾劾っていうのを手続きを進めているっていう今現在なんですね、はいはい、トランプさんはまたしてもデタラメな魔女狩りだとか、うん、許されてはならないとか、はい、大統領ハラスメントだとかそんなのプレジデントハラスメントだ民主党の野蛮人とか反発してますということで、はい、まあ、おそらく多分神尾さんから言うと根深い問題なんですよね。この息子さんが中国とつながってるとかつながってないとか、そこら辺僕は一言も言ってません。え、そう、なんかさっき言ってたような気がしたからそこら辺まで追求していくとまた変わってくるんかもしれないですけれども、うん、はい、まあでも多分ね、トランプ政権にとっては、まあ、ちょっと手間増えたかなぐらいのことで収まるんじゃないですかね。一応まあ詳しくまたニュースチューブでやりますか、うんうん、株 FX かどっちかやりますけど、結構これ憲法違反なんですよね。マジですか、うん、やってることが、うんうんうん、もうちょっと詳しく話すと、うんうんうん、細かく言うとですね、うんうん、そうなるとですね、これ弾劾っていうよりもうちょっといろんな方面に発展するんで、もっと上のレベルの話になってくるんですね。んでちょっとやばいかなっていうことで、前回ロシアゲートの時は大統領じゃなかったですからね、はいはいはい、民間人だからっていうのがあるんですけど、今回大統領がやってるんで憲法、明らかな憲法違反になるんですよ。あ、なるほど、なるほど。ロシアゲートよりちょっと段階が上がってる感じの事件ではあります。一応まずいぞそっか、それでアメリカあんなに騒いでるんだ今。そう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 、あ、そうね、なるほどね、うん、あ、そういうことね、うん、だから前回一般人やったから別にロシア政府と共謀しても、うんうん、まあ、それは悪いことあかんけども、うん、でも今大統領だからね、うん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 、憲法一番守るべき存在の人が憲法違反してるって話になってくるんで、これはダメだっていうことですね。まあ、そういうところとかいいかな、うんまあでも、まあ、僕はどうにか切り抜けるんだろうなって思っちゃいますね、トランプさんやったらね。
でですね、指標でいろいろ相場が動きましたっていうので、はい、これもやっておきたいと思います。1日ですね、10月1日にアメリカの ISM 製造業指数が発表されました、はい、これ前回 PMI ってやってましたけれども覚えとる？あ、いや覚えとるかどうかあなたに聞いてない。PMI？ ゆいちゃんに聞いた。りょうさんが首かしげると、私が不安になる。なるほどね。まあ、PMI の説明しましたけれども、うん、まあ、あの受注単調担当者指数なんて受注担当者指数、まあ、新規の発注とかね、生産とか雇用とか入荷状況とか、まあ、在庫とかそういうものを聞き取り調査するというやつでしたよね、はいはいはい、その中で一番大切なやつなんです、 ISM の製造業指数っていうのは。おー、なるほど、うん、アメリカの景気先行指数っていうふうにも言われてます、うんうんうん、景気を見るのにすごく重要なんですね、はい、だいたい月初に、大体じゃなくて月初に公表します、うん、とこれが50超えるとやっぱり景気拡大、50下回ると景気縮小、はい、うん、後退っていうことですね。で ISM が 47.8 やったんですね、うん、2ヶ月連続で50割れっていうことです、はい、うん、前回のリセッションの景気後退終了以降ですね、うんうん、2009年の6月以来で最低の水準に落ち込んだんですね、はいはいはい、うん、で50切ったらやばいってことですね。50切ったら、まあ、やばいってことでもないんですけれども、うん、ちょっと景気後退の方に進んでるっていうことです。あ、そっちの方向に、リセッションの方に行くってことですね。そうです、あの明らかな景気後退は確かね、あの ISM の場合はちょっと分かんないんですけれども、うん、他の指標では43ぐらいって思われてますね、まあ、まだちょっと余裕はあると思うんですけれども、うん、その回復するかもしれへんからね、はいはいはい、うん、でもまあやばいのは変わりないかなっていう感じですね。でそれを受けてですね、この S&P500 とかはガーンと下げましたね、うん、はい、この5週間ぶりこの下落以来の、うん、それを超える下落になりました。はい、これ週足なんでね。で原油も大幅下落ですね、うんうん、前回ですねサウジアラムコの件でドーンと上げた分をそのまま2週で落としてきましたっていう感じですね、はい、まあ、それ以上に落としてきたとも言えるかな、うんうんうん、価格としては2ヶ月ぶり安値、はい、になってますっていうことですね。で国債利回りですけれども、うんうん、国債はめっちゃ買われて続伸してます。で、はい、金利は急低下してますね、うん、で3ヶ月ものとかがこれ3ヶ月ものの利回りなんですけれども、ダダーっと下げていってます。これはやっぱり政府の意向を一番示しやすいんですね、短期ものなんで。で これがこうもう下にここ割れている状態です。これはまだこれ10年利回りなんで割れてないですけれども、うんうん、2年はその水準まで来てますね、はい、でこっちに、まあ、先行というふうな形でもないんでしょうけども、ここからもう割れていくんじゃないかというふうに思いますね、うんうん、先生権利がよく分かりません。はい、またゆいちゃんがな常識プラスでなやってくれたらええんちゃうかで金はもう1日の発表を受けて急反発ということですね、はい、落ち込んでたんですけれども、うん、リスクオンになってたんですけれども、世界はリスクオフに一気にバーン戻したっていう感じですね、はい、うん、ビックスも急上昇です。これやばい時に上がってきます、うんうん、っていうことですね。これ4時間足ですけれども、ちょっと短い足ですけれども、ここら辺、10月1日からやっぱりでかい陽線をつけて窓を開けてドーンと上げていってますね。まあ、一般的に恐怖指数って訳されるんで、うん、投資家たちがまあすごく簡単に言ったら恐怖を感じる時に上がりますから、うん、リスクを恐れてるってことですね。そうですね、うん、週足にしとこうか。週足だったらまあ大したことないんですけどね、まだまだここまで上がってますからね、ドーンとビックスって、うん、なんでまだまだ上がありそうだっていうふうに見えますね。はい、で昨日ですわ、9月の ADP、うん、アメリカの民間雇用者数っていうのが発表されました。 ADP？あの ADP ってところが調べている雇用統計っていうことですね。会社名？会社名、会社名ADP リサーチみたいな、そんな感じポップやなAD ポップかもしれない。でですね、はい、本ちゃんの雇用統計発表の2日前にこれ発表されますね、うん、非農業部門の雇用者数の先行指標として注目されてるんですけれども、はい、まあ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 、あの本物の雇用統計と乖離してることもあるんですよ、うん、だからそのままではないんですけれども、これがですね、はい、一応13万5000人増ということで、うん、これ伸びてるんですけれども3ヶ月ぶりの低い伸びになったんですね。あ、なるほど、うん、市場予想を下回っ
ってる伸びやったっていうことで、はい、市場予想が15万人ぐらいやったっけな、それ下回ってたっていうことで、やっぱり景気縮小してくんやみたいな、はいはいはい、まあ、雇用がね、ま、新たな雇用生まれてないってことは、うん、アメリカ経済縮小していってるんだみたいなことをいうふうに受け止められたということですね、はい、先週もそうでしたけど指標もだんだん悪くなってきてますね。悪くなってきてます、うん、明らかにね、明らかにね、うん、まあ、これが来週とか再来週も同じようなことを言ってたら、うん、まあ、来月もですけれども完全にやばいですよね、うんうん、うん、だからこれはですね、まあ、雇用統計実際明日になって出てみないと分かんないですけれども、はい、製造業活動でのその製造業自体の縮小ですね、あと世界経済の弱くなる見通しとか、うん、はい、まあ、米中の貿易戦争の影響がもう出てきてるっていうふうにも言えると思います、うん、で人材採用の決定っていうのは企業ができなくなってきてるというか、まあ、雇えなくなってきてるっていうふうになってるということがもう指標に出てきましたということですね。唯一世界経済強かったアメリカがもうこれで失速になったらもう全部失速じゃないですか。そうですね、ドイツもダメになっちゃったし、はい、中国はもちろん米中貿易戦争でズタズタですし、そうですね、日本も消費税上がっちゃったし、ね、もう世界が失速する、うん、もう戦争とかその何かがドイツ銀行ぶっ飛ぶとかいろんなものが本当に大変な問題が全部置いといたとしても、うん、どんどん経済悪くなっていってる方向、はい、だと思うんで、またあの、ね、YouTube か株価かどっちかありますが、韓国もやばいですからね。あ、そうですね、うん、韓国の特集やりますか、そろそろ。はあ、やりましょう。あんまり良くない、全然韓国の経済の話だけど。そうそうそう、経済の話、経済の話しましょうか、うん、経済の話しましょうか。あんまりね実は、うん、あ、また、まあ、学園するわ一番回ってるからねそうそうそうじゃあ次ね、あのね、サウジアラビアとベネズエラに動きがあったんで、うん、そのことちょっとだけ5分ぐらいだけ次の動画やりたいと思います。いつも5分って言ってよ、5分で終わったら試しが一番ないんですよ。次本当に5分で終わる、そういう時こそめっちゃ長いから、結局30分喋るよ。5分で5分で終わるんで、もう聞いてくださいというわけで、じゃあ次回はサウジアラビアとベネズエラの、はい、最新のニュースをお届けしたいと思います。ちょっといい話やります。ちょっといい話出てくる泣ける話が出てくるそうなので、ぜひ皆さん、タイミングのチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガとラインアットも登録お願いします。ぜひいいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。皆さん高評価をしていただくと、この動画 YouTube で拡散され、日本のマスコミであまり報道されなくて大事な知っておくべきニュースというものをいろんな方に、いろんなたくさんの方に、お伝えすることができるようになりますので、ぜひお力をお貸しいただければと思います。また動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いてありますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください、うん、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。いや、なんかこのビックスがね、雲が消えてる気がするんだよね、週足で。うん、パス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 っとね。ビックスはね、あんまチャート聞かないですよ、分析。あ、聞かないんだ。チャート分析感情のなんで。あ、そっかそっか。もう伸びるときはそんな早く伸びますからね。そういうもんではないんだね、うん、すいません。あ、まあビックスの先物とかあるんで、ビックス取引してる人もいますけどね、うん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 、でもあそこの大きく上がってるところほとんど消えちゃいました。みんなビックス取引してる人全員大損失が変えて、あんま触らん方がいいやつや、これ。ビックスだったってつもなく、あの超プロの取引です。あ、僕たちは見るだけでいい。なるほどですね楽しんで見るだけでいいわけね。ああ、よかった、うん、さっきに教えてもらっといてよかったちょっと興味持っちゃってたもん。ビックス取引であの消えていった人いっぱいいますよ。あ、本当に、うん、それでも、まあ、悪魔の商品って言われるぐらいボラが上がるんで。ああ、やっぱり美味しく見えるんだね、うん、やめてきましょうね